このためにハンター×ハンターを昨日22話まで見ました。こんにちは、ゴズイルです。今回なんですけど、今回は、ジャンプの MV シリーズみたいなやつがね、更新されて、それがね、なんとね、スタオバとハンター×ハンターがコラボしてるというね、これちょっとやばすぎるだろうということで、今ちょっと僕らリアル見ぐり後なんですけど、ちょっとね、急遽撮ろうということで、初見でプレミア公開のタイミングでやりたかったんですけど、ちょっといろいろ長引いて、今もう9時過ぎなんで、もうすでに公開はされてるんですけど、まだ誰も見てない状態なので、まあ本当に初見リアクションプラス、なんかちょっとこれ見て思ったことなどをお話しできればなと思います。はい、じゃあ早速3人で見ていこうかなと思います。いいですか、準備大丈夫かな。ジャンプ MV 冒険しなきゃ進めない。心臓。なるほどね。見たばっか。親父ならもっと綺麗にってことね。そういうことだ。え、すごい。キルアの話。めちゃくちゃキルアだ。すごいすごい。あ、かっこいいなこれ。え、今なんか知らない人出てる。もう分かんないじゃないですか。誰？アカンパニーオン。わ、分かんない。死ぬほどネタバレ。わ、来た。あ、俺の一番最初に。イルミね。わ、これさっき見た。来た。血の誓い。おお。すごい。なるかみ。誰ゴンみたいなやつ。ゴンみたいなやつ面白い。やばい。もうどんだけ未来の話なんだってヒロさんからしたらね。うわ、あるか。これ何かわからないけど、すごい未来を見てる。うわ、なるほどね。マジでキルアのスタートオーバーだ。これ改装してるってこと？本当に良かった。はえー。なるほどね。なるほど。素晴らしい。はい。はい、ということで、見ていったんですけど、いやー、なんか良かったんじゃないですか。でもヒロさんマジで分かんなかったんじゃないかな。なんか途中ほとんど。なんか22話だから、試験。ハンター試験合格して、キルアを迎えに行くところ、今あれですよね、アニメを普通に見てるとこですよね、原作の方じゃなくて、アニメの22話。完全にこれ、アニメのパートまでの回想というか、あ、そうなんだ、じゃあ、アニメ全部見てれば分かる。アニメ全部、だからこれ、見たことがあるシーンが、この後いっぱい飛び出てくる、なるほど、いいなーって感じ。あ、これこういうことはなってなるってことね。超予告編みたいな。そう、超いい予告編みたいな。それをスタートオーバーで見れた。そう。やば。なるほど。そういうことか。どこが知ってる人からしたらどこがやばかった？いや、どこがやばかった。まあでもなんかそのなんていうんですかね。難しいですねその質問。まあでもなんか俺が見た感じだとそのなんかドラマを一つなんかこう盛り上げるために作った PV っていうよりは結構ダイジェスト的な側面が大きいと思うっていうので、なんかその見てめっちゃ泣けるみたいなことじゃなくて、うまくスタートオーバーっていう歌詞ところどころリンクさせつつ、うまくこうダイジェストとして編集してまとめた、まあ、長いシナリオなんで、もうこれ見て興味出るってだけですごい編集だと思うんですけど、あとはその心臓とかって。歌詞と MV 見ただけじゃ心臓がテーマになってるってこと多分このディレクターの人って気づかないと思うんですよ、ちゃんといろいろ調べたりしてちゃんと行き着いて、あの心臓あれですよね、握りつぶす心臓ですよね多分。死刑囚とねやってる時ね。だからキルアなんだ、心臓を取るから。いや、なのか単純にその人生をやり直すとか、そういうなんか、あ、そっか、境遇もね、そういうの全部が噛み合ったんじゃないですか。すごい。まあでもあれですよ、その由美子会長、どこまで絡んでるかっていうかほぼ絡んでないかわかんないけど、由美子会長はすごくキルアが好きだと、キルアとボンの関係性が好きで、でこれハンターハンターの話になっちゃいますけど、キルアとゴンってキルアが成長する話なんで基本的に、ゴンは別に成長しないんで、こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、キルアがこういかにスタートオーバーしていくか、君はやりたいことあるのかっていう話とかってキルアに対しての話だから、スタートオーバーの歌詞のね。だから正直ハンターハンターって前半をまとめるってなるとキルアの話になっちゃうんだと思うんですよ。だからすごく真っ当な素晴らしい MV だから、マジでハンターハンターの話ですよね今のはね。全然いいんじゃないですか、むしろ。僕らもそれこそなんかいろいろハンターハンターの小ネタをねちょいちょい挟むんで、これからなんかあれじゃないですか、もうバディーズがもう確実にちゃんと必修科目になったというか、なんだちょっと抑えとかないといけなくなったので、だからまあ僕らもちょっとハンターハンターネタを入れやすい逆にという気持ちでやっていこうかな。確かに。でもこれ MV の中でなんか桜の木が途中のところで出てきたのと、最後に花びらみたいなのが出てきましたね。出てきましたね。あ、で最後なんか本当に良かったってセリフが出て、それが桜の花びらみたいなものにパッてなることかって、まあ完全に目配せだと思うんで、桜坂に対してのなんかそういうの嬉しいですよね。ちゃんと楽曲だけ使ってただやりますじゃなくて、ちゃんとその意図を理解してフュージョンしてます。そう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 、すごくいいなって。確かに。あとこれは多分ないと思いますけど、そう言われてみるとこの青もスタートオーバーの MV って結構青がキーカラーだったりするので、まあ合わせてないと思うんですけど、結果的になんかいいなって思いました。確かに確かに。これそもそもこのジャンプ MV の企画が何なんですか。そのいろいろそのジャンプが過去の作品とか含めてなんか盛り上げたい的な意図なんですかね。なんかモーショングラフィックス界隈って言うんですけど、こういうのを作る人たちも結構話題にはなってるんですけど、まあジャンプが結構今ジャンプバブルなんですよ。ダースマンが売れてみたいな中で、その過去のコンテンツもこう復活するみたいな。例えば最近で言うとブリーチとか、またアニメやり直したりとか、そういう流れでその過去の銀玉だったりとかを過去の主題歌を使ってミュージックビデオを作るっていうのはあったんですけど、ここまで関係ないのは初めて。なるほどね。じゃあ全然主題歌でもないのに桜坂が起用されてるからっていうことは、これもうどっちも好きな人からしたらなんかどっちも期待しちゃいますね。期待しちゃいます。またそれこそ今選挙編までがなアニメやってるんですけどの後をまだ全然あるんで、からスタートして桜坂がなんか曲やっちゃうとかね、そしたらそういうのもありえるのかなとか思っちゃいますね。ちょっと話飛びますけど、新世界で最後に未来への展望みたいなの書いてるあとあったじゃないですか。あそこでまつりちゃんがアニメの主題歌やりたいって超明確に言ってたんですよ。でそれはこれ分かって言ってるわけじゃないと思いますけど、もしそれが本当になったらね、すごいおめでとうって感じですよね。確かに確かに。フラグつけたのかもしれないしね。もう分かってる。伏線としてね。さすがキャプテン。キャプテン。桜坂って結構自分もやってる通り、なんか考察とかそういうのしがいがあるというか、あとは文脈とかすごい大事にしてるグループだと思うんですけど、ハンターハンターもまさにそうだと思うんですよね。てかハンターハンターほど考察されてる漫画ないんじゃないかぐらい、ワンピースとハンターハンターぐらいだからすごく相性はいいと思うんですよ、どちらの読者もこっちのリスナーも。だからこれでね一気にファンとか増えてくれたら嬉しいし、自分はどっちも好きですけど、また読み返そうって普通になったし、これ見てだからすごい相乗効果ですよね。確かに桜坂しか見てなかった人がこうなるってことですね。まさにまさに始めるみたいな。本当になんか昔ツイッターとかでも書いたんですけど、本当になんか欅の時から富樫先生がハンターハンターを書いてる富樫先生がもう結構な頻度でね、その欅のもうワンシーンだったりとか、それこそ最近で言ったら由美子会長のシーンだったりとか含めて、本当に多分富樫先生がマジでバディーズだし、もともと欅がめちゃくちゃ好きだったっていうのがあるので、だからそれもなんかすごい単純に嬉しいし、なんか本当に今そのハンターハンターとかを見てないよって方とかはね、ぜひこのタイミングでなんか読むなり見るなりね、してくれたらね、僕らがたまに挟むしょうもない小ネタも理解してくれて、確かにより面白くなれば嬉しいですね。なんか富樫先生、まさに富樫先生ファンっていうのはすごい有名な話だと思うんですけど、富樫先生がツイッター解説した時あったじゃないですか。あのタイミングがすごいなと思ってて、あれ確か俺の記憶が正しければLiSAが卒婚した次の日とか次の次の日とか、そういうタイミングだったんですよね。だからそれって絶対意味ないと思うけど、俺からするともうLiSAも卒業して、ある種欅の感じっていうのがもうなくなっていくわけじゃないですか。そうなってなんか富樫先生がついに動き出すみたいなきっかけになる。そうだってあれで結構櫻坂ってアイデンティティを確立したと俺は思ってるんで、だからね、なんか当時そう思ったけど、うん、思ったのを思い出しましたね。でも結構それも言われてましたよね。なんかどっちも好きなファンからしたらっていうのが結構見てたんで、あのツイッター動かないんですかね、この後。確かに確かに。ね、あんまりないですもんね。動いてないですか。え、そう、なんか結構あれなんですよ。富樫展っていうのがあって、結構過去の作品レベル E とか有楽町とかをもう取り上げた展示会みたいな。今でいうその櫻坂でいう新世界みたいなやつがあって、そのための多分マーケティングとして多分始まったんだと思うんですけど、でそのタイミングってそのやっぱりハンター×ハンター注目されるから、ジャンプの方も連載が始まったんですよ。それ全部噛み合ってたから、多分そこのなんかマーケティングの一つとしてやってたんですけど、それ今止まっちゃってるんで、そうだから今現状そのめちゃくちゃ「ハンター×ハンター」面白いんですけど、読みたいよっていう人が一気に読んだら、あれここで終わってんのって絶対なるのだけちょっとね、注意事項。だからまあでも今後ね、どん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 更新されると思うんで、まあその櫻坂の活躍に合わせて多分富樫先生もやる気出てねやってくれたら嬉しいですけどね。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の話で会いましょう。